すいません、落としましたよ。ありがとう。でもどうしてあなたは謝ったのですか？今のすみませんは、sorry じゃなくて、excuse me って言うんだよ。それはどうやってわかるようになりますか？それを学びたいなら、アテインオンラインジャパニーズを始めよう。アテインオンラインジャパニーズって何ですか？アテインオンラインジャパニーズは、いつでも、どこでも日本語を学ぶことができるオンライン教材だよ。そんな便利なものもあるんですか？私もアテインオンラインジャパニーズを始めたいです。そしたら下のリンクから始めよう。